中田かなのこれ来てるかな麻雀カフェのオーナー店長でもある中田か奈さんがご自身で気がついたトレンドについて語るコーナーです今日のテーマはマクドナルドのハッピーセット はい、そうなんです。まあ、ハッピーセットってね、この子供向けなものかなとは思うんですけど。うん、ちょっとこれターゲット層が、子供以外も楽しめるんじゃないかっていうおもちゃが、最近よくついてるなと思いまして。<ー>ちょっと紹介したいと思ってます。うん、昔はね、よくなんかこうドラえもんとか、ポケモンとか、ね、ああ、うん、よく親に買ってもらったものですが。そうなんです。けど、はい、ちょっとこれ子供だけじゃなくても楽しめるぞっていうのが、最近ちょっと多いなと思いまして。うん、はい、ええー、は。 えー、で今ですね、うんえー、今のハッピーセットがですね、えー、人生ゲームとか黒ひげ危機一発ハ <laughs> ーっていうゲームなどの人気のパーティーゲームとコラボをしているんですね。<laughs> はい、でこの,、まあ、この有名ゲームたちがマクドナルドオリジナルバージョンのルールとかデザインになってて楽しめますということで,でこれが先月から発売していておもちゃは全6種類、うん、で、まあ、どれがもらえるかランダムになってます。で マックとしても人気のパーティーゲームで集客を図るのが狙いということでなるほどねだから食べつつ遊べるようなものでつまみながらやりたいちょうどね今年末年始で集まる機会も多いじゃないですか人とこういう時にねちょっとサクッと持っていけるおもちゃがいっぱいありましてさっき言った人生ゲームなんですけどこれがマクドナルドコラボバージョンってなるとですね 目指せ社長への道ということでマクドナルドも社員になって社長を目指して銀座店からできてみたいなのがあるんですけどマスにはですね「枝豆とコーンの入れる量を間違えた」とか「面白いお客様のありがとう」に嬉しくなるとか「ドライブスルーのマイクをつけたまま家に帰ってしまった」などいうマスがありましてちょっと店員になった気分に得れるんじゃないですか。 バイトやってたんですけど<え>枝豆とコーンの量間違えることはない,ない <laughs>、はい、もう箱に入っているいなこれはない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 ろいろあるんですけどその中でもハーっていうゲームのマクドナルドバージョンがありましてハ、うん、ーっていうゲームまあちょこちょこ,こう番組とかでも、ねうんうん、ボードゲームとかやるときに出てきますけどはい、はい、ご存知ですかねあのこちらがですねまあゲーム的には あのテーマカードっていうのをこう引いて、うん、あのそれがまあよくある「は」っていうやつだと「1なんで?」の「は」とか「2,、うん、2力をためる「は」「3力が抜けて「は」とか「うん、こうは」の言い方をこう指示されてるカードがありましてそれを、まあ、みんなで見ると。はい、でその「アクトカード」っていう演じる人がこう何番を演じるかのカードを引いてあの声と表情だけでそのシチュエーションを演じて、はい、どれが どれを演じてたかっていうのは当てるゲームです。はい。ということマクドナルドバージョンってことあるんですよね。そうなんですよ。チキンナゲット食べた後の歯とか、なんかいろそうなんです。あのオリジナルが8種類もありまして、ちょっとこれ今日は遊んでみたいと思います。じゃ誰誰からちょっとしますか。じゃあ、これあはい。これいきましょう。見てください。これみ一応みんなで見てください。はい。えっとまずお題がお持ち帰りで。おー。 なんですけど、お持ち帰りでって言うんです、ね。一 <laughs>、はい、番が迷いながらお持ち帰りで。二、うん、<laughs> 番が初めてのお使いでお持ち帰りで。三、うん、番が慌ててお持ち帰りで。で四番が格好つけてお持ち帰りで。うんうん、で五番が大喜びでお持ち帰りで、うん。じゃあこのアクトカードを引いてください。うん、あ私が演じる。演じましょう。じゃあこれぜひ皆さん見てください。はい、お持ち帰りね。はい。はい。はい。 で私たちじゃ何番か当てる。はい。出ましょう。じゃあ岡田さんのお持ち帰りまで三二一どうぞお持ち帰りで。ええ？これえっと二択だな。二択二択どの二択ですか？えっと二と五。二の初めてのお使いか三の慌てて。あ三？あ私五の大喜び言いました。あ大喜びか。えこれどっ どれだろう?。え、私にの初めての使いにします。じゃ、あ私、ちょっと五の大喜びにします。正解は。五番でした。はい、<laughs> 喜びました。<laughs> <laughs> という感じで、じゃ、ちょっとまだ時間ありそうなんで、西川さん、ちょっと面白い。やってみましょう。十。これでいきます。あ、また開くとかいい。はい。お題が。はい,ハい。ハッピーセットください。おお、ハッピーセットください。一、可愛くハッピーセットください。二、うん。2> 2 かっこよくハッピーセットください三、うん、おばあちゃんがハッピーセットください四 <laughs> 宇宙人がハッピーセットください五 <laughs> お化けがハッピーセットください、えー、おばけじゃあアクトカード引いてくださいきます何番でしょうか,、はい、うかこれ見てもらってじゃあいきますはい ハッピーセットくださいこれわかるよこれわかるよこれわかるなぁじゃあどうですかせーのでいきますかせーの五番あ正解おまけがハッピーセットくださいおまけがやすい買いに来たみたいはいじゃあ中田さんちょっと私もじゃあいきますかちょっと待ってくださいね渡すテーマカード渡す役をあじゃまずシチュエーションですねシチュエーションじゃあどうしようかなこれではいほい ええー、バダッパッパッパを <laughs> <laughs> いいテーマでね一 <laughs>、はいえー、番嬉しくてえ二、ー、番寂しいけれどえ三、ー、お腹いっぱいで四 <laughs> 下手くそに五 <laughs> おじいちゃんの<ー>はい難しいし、ね、これ、ね、どれも難しいどうしようじゃあクトカード引いてください、はい、これにしようはい。

じゃあ、これ、いきましょうか。じゃあ、私がから、私いきます。え、枝豆コーンを、ほうば、1がほうばって、2がちょっと苦手な、3、大好物の、4、元気よく、5、驚いて。うん。枝豆コーンいきます。カードちょっと急ぎではい。いきました。はい。いきます。お願いします。枝豆コーンおー。3万かなうん。え 大好,物の大好物か、うん、私4番の元気よくと悩みましたけど、はい、じゃあ私3番,私4番 3> 正解は4番でした<ー>元気よくなったか <laughs> <laughs> という感じでちょっとはい、はいはい、こんな感じで皆さんあのー、ちょっとね、あのー、これからあのー、12月15日からはハローキティ五50周年のストラップ付きぬいぐるみなんかも始まるらしいので<ー>、あのー、そういうのも集めてみてはいかがでしょうかいやパーティーゲームいいですね、はい、急がないとうん あの緩いですね、やっぱり。あ <laughs> <laughs> とこれこのまま、ハッピーセット買って、家に持って帰って、そのまま遊べるってことですもん、ね。そうなんですよ。うん、ポテトも、ね。ぜひ、遊んでみてはいかがでしょうか,、うんか。はい、今日はマクドナルドのハッピーセット、なかなかなの、これ来てるかな、でした。